南シナ海で黒潮潜水艦が突如として現れました。護衛艦加賀と米軍との自由の航行作戦での訓練をしていた時でした。今となっては後出しになってしまいますが、当時のチャンネルでかつて言っていたように、護衛艦加賀の下には潜水艦いるとずっと言ってきました。潜水艦が海底にいることがわかりましたね。潜水艦が海底にいると言った3日後、当時の防衛大臣小野寺氏が15年も前から南シナ海での訓練を行っていた護衛艦加賀の海底には黒潮が任務を遂行南シナ海で極秘任務についていたということを発表しました。なぜ今頃発表と考えてしまいますが、実は黒潮は旧型の潜水艦その旧型でも南シナ海まで潜航しつつ中国海軍にも発見されず、このタイミングという場面で発表したのです。これはもう抑止効果としか言えませんね。ただそう、旧型潜水艦がもう一隻海底にいたのではないのかと、そんな気がしているのも事実です。そう、旧型潜水艦の潜航深度は旧型潜水艦の黒潮よりも深いのは当然で、この潜航深度は極秘扱いになっている 1000m は潜れるという人や 500m がいっぱいという話などもあります。実際にはその潜航深度は謎のまま未だに議論が繰り広げられています。個人的には800メートルと考えている最新鋭の竜や東竜などリチウムイオン電池搭載艦ともなると深く潜れるのではと考えますが、この潜航深度はそのまま変わらないだろうとも思います。難しいところです。ただそう、旧型潜水艦の次、最新鋭潜水艦では変わってくると考えます。通常動力型潜水艦でトップ、原子力潜水艦をもしのぐ性能を取り込んでいることでしょう。静粛性は実質トップと言えますね。リチウムイオンを搭載した海上自衛隊潜水艦の性能を改めて見ていきましょう。日本には潜水艦が数多くありますが、オウリュウの出現が今までの潜水艦の歴史を変えました。オウリュウは2018年10月4日に進水式を終えたばかりの比較的新しい潜水艦。本当の活動はまだまだこれからですが、日本の本気の忍者が完成したのだと考えています。しかも、海底の忍者です。ちなみに、オウリュウの建造費は660億円だったそうです。費用を見るだけで、いかに力を入れて開発されたのかがわかりますね。さて、このオウリュウの出現とは、一体、どんな意味があるのでしょうか？高性能な潜水艦は、自国より、むしろ、他国への脅威となるはずです。つまり、日本の周辺国、中国、韓国、ロシア他にとっては、かなり目障りな驚異的存在だと感じることでしょう。なぜなら、日本に近づくとしたら、空か海の両方を突破しなければならないのですから。忍者オウリュウなら、海からの敵の接近をすぐに察知し、防衛体制を整えることができるでしょう。自分たちの見えないところ、潜む見えない敵。これほど恐ろしいものはないでしょう。ここで、オウリュウに関する中国メディアが書いた記事を紹介します。その中には、実に気になることが書いてありました。三菱重工神戸造船所で、10月4日、新たに建造された
潜水艦の命名式及び進水式が開催されました。この潜水艦の名前は、王龍。そう、龍型潜水艦の11番艦です。特筆すべきは、この艦が、世界で、初めて、リチウムイオン電池が搭載された、軍用潜水艦という事実です。中国の無料で利用できるニュースアプリである、今日頭上波19日、王龍に関連した記事を載せました。そして、リチウムイオン電池を搭載した、日本の潜水艦には、メリットが多いのに、どうして中国では採用しないのか、と、啓発しました。これまでの、そう、龍型は、鉛電池とスウェーデン製のスターリングエンジンを併用していたのですが、代わって、新たに、リチウムイオン電池を搭載することによって、水中持続力などが、格段にアップしたようです。日本は、近年、軍事拡張の傾向があり、未だに、アメリカの政治の影響、今、平和憲法の中に関して、軍事の面でも、反対者の関係者に、といった内容です。また、キジハオーリーが使用している、リチウムイオン電池についても説明しています。このリチウムイオン電池の発明に関しては、日本人の吉野彰氏が、2019年のノーベル化学賞を受賞したことも記憶に新しいですよね。リチウムイオン電池は多くの電気自動車にも使用されている電池です。蓄電量は普通の電池の3倍と言われていますから、充電に時間を割けない潜水艦に使用するのは効率的と言えるでしょう。充電のために浮上しなくて済むわけですから、潜水可能時間が長くなるはずです。さらに音が静かで、敵に気づかれにくいという利点もあるので、どうして、こんなにいいものを中国では採用しないのか、という疑問が出てくるという指摘もありました。今日頭上の記事は、中国で採用しない理由について、リチウムイオン電池には、発火しやすいという、致命的な欠点があるためと説明しています。確かに、リチウムイオン電池を使用している、スマートフォンやノートパソコンに、発火事故が少なくないのは事実です。海底で活動する、潜水艦上での火災は、命に関わる、大変な事故になりますから、発火の恐れがある電池の使用は、しないというのは、理解できることです。とはいえ、潜水艦用リチウムイオン電池については、様々な問題、予算など、のせいで、長い間採用が見送られてきました。しかし、発火や爆発などのリスクについての安全性は、ずっと以前から確認されていたと、報道されています。ということは、結局、中国製のリチウムイオン電池の問題であって、日本製とは違って、信頼性に欠けるというのが、正直なところなのかも。知れませんね。中国の別のメディア海志新は、10月24日、王龍については、15年進んでいると言われるが、この間には、致命的な欠点があるという内容の記事を掲載しました。リチウムイオン電池は、世界中の携帯電話や電気自動車に搭載されていますが、その大半は日本製と言われています。今までの鉛蓄電池ではなく、リチウムイオン電池を搭載することによって、潜水艦は、長期間の潜航が可能になり、メンテナンスが容易になり、音も静かで、艦自体の隠密性が高まるなどの利点が多くなります。言うまでもなく、敵に発見されないことが、潜水艦にとっては最重要です。潜水艦の位置を確認する方法の一つが、ソナーマンによる機体の音の補足なのですが、機体の音が静かであればあるほど、発見される確率が低くなるのは当然ですね。つまり、リチウムイオン電池が
音を小さくしてくれるということです。記事は、これらのメリットを認め、東方の大国、中国よりも15年進んでいるという日本の専門家の言葉を引用しながら、中国国内の危機感を示しています。その上で、リチウムイオン電池には致命的な欠点が存在するという指摘をしているのです。それが、リチウムイオン電池は過充電状態だと発火する恐れがあるということで、万が一安全問題が起きてしまえば、どんなに高性能な潜水艦だったとしても、無意味であると主張しています。ちなみに、中国共産党局は、インターネットニュース情報源機関のリストを交付しています。インターネットを通じて、独自のニュースを配信できるのは、指定された1358つのメディアのみで、この機関以外から、発信されたニュースを記載すると、法で罰せられるとのことです。これら以外のニュース報道機関は、指定されたメディアから、転載して掲載するしかなく、ニュースの独自性は、どんどんなくなってしまいます。そんな厳しい中国だからこそ、記事に書かれていることは絶対で、信じて疑わないという姿勢があるのかも、しれませんね。インターネットはもちろん、SNS も監視されている国。実際、中国へ旅行したとき、日本にいる家族や友人との連絡手段がないことに、かなり驚いたことを覚えています。特に、海外の情報は、外の様子を国内に入れてしまうことになるので、メディア規制をしている中国政府にとっては、慎重に扱うべき事項。それを、このように堂々と報道しているので、特に考えもないことがわかりますね。それに続けて、2013年1月には、日本航空のボーイング787型機のバッテリーが発火するという事故が起きたことも紹介し、この問題は、その後どこまで改善されたか判明していない以上、同じような事故が起こるかどうかは、現段階では判別しがたいとも言っています。とはいえ、2013年4月には、日米当局が、アメリカボーイング787型機の運航再開をすでに認可していますから、787型機バッテリーの安全性は確認されたと言ってよいと思われます。それにしても、どうして、日本は、発火などのリスクを承知で、リチウムイオン電池を使用するのでしょうか。この記事は、日本は、原子力潜水艦を所有できないので、強まってゆく中国の軍事力に対抗するためにはリチウムイオン電池というリスクを選択するしかないのだとまで論じました。ここまで、強硬な思いを掲載しているあたり、中国の本気具合を感じますね。そして、記事の最後には、中国の原子力潜水艦は、言うまでもなく強力だが、残念ながら、艦数が不足しているのが不安という雰囲気で、放流に対する危機感を示していました。潜水艦へ、リチウムイオン電池を搭載するのは、世界でも初の試みですから、中国だけではなく、世界中から注目されることでしょう。これほど注目を集める理由の一つには、日本製の優秀さ、つまり、やはり、日本のものづくりに対する徹底した、真摯な意識があるからではないでしょうか。日本の技術は、世界でもトップレベルです。今あるものを真似して、同じようなものを作るだけで、もっと高度なものへという発想がなければ、いつになっても追いつけないでしょうし、追い越すこともできないと思われます。